今回のミニキットすごいいいですね。皆さんこんにちは、ジェイソン・リオブルだ。ヒラヒラ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴストアでもらったクリスマス限定ミニキットです。はい、今回の動画ではこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はこちらを組み立てます。ちなみに全部で3つあったんですけど、今回は第1弾と第3弾のをもらいました。第1弾と第3弾は5500円以上でもらえて、第2弾は1万9000円以上でもらえます。まずこちらの第1弾はレゴクリスマスビルド 4-in-1 のミニキットです。こちらは4通りのモデルに組み替えられるキットです。そしてもう一つはレゴクリエイターのミニキットのサンタさんです。といえばこれレゴラジさんが生放送でやってました。ということで今回の動画ではこちらの2つを一気に組み立てます。はい、すべて完成しました。おー、今回のミニキットすごいいいですね。あの動画の最初にクリスマスの 4-in-1 は1個しか作れませんって言ってたんですけど、まさかのこれ4つ作れました。いいの4つも作れて。僕てっきり1個しか組み立てれないと思ってたんですけど、まさかの4つ組み立てるとは思いませんでした。いや、これは太っ腹だな。ではまずはこちらのサンタクロースから見ましょう。いや、このサンタクロースめちゃくちゃいいな。今回のサンタクロースはソリを滑ってプレゼントを背中に持っているサンタさんです。今回のミニキットのサンタさんめちゃめちゃアクティブですね。正面はこのようになっていて、横はこんな感じでちゃんとスキーを滑ってる体型になっていて素晴らしいです。はい、そして後ろはこんな感じです。後ろにはプレゼントを背負ってます。ちなみにこのサンタさんなんですけど、特に稼働するところはありませんね。まあ、強いて言うのであれば、このプレゼントがこんな感じで動いたり、あとは取れてスキーを楽しんでるサンタさんを再現することができます。ではこの状態で大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。あ、大きさ的にミニフィグよりちょっとでかいですね。ちなみに僕の家にあるサンタさんのミニフィグと並べるとこんな感じです。では続いてはレゴマリオと並べるとこんな感じです。あ、大きさ的にレゴマリオとほぼ一緒ですね。なんかこうして見るとマリオの世界のサンタさんですね。いつかはレゴマリオもサンタさん仕様の出てほしいな。はい、レゴクリエイターサンタはこんな感じです。はい、続いてはこちらのクリスマス 4-in-1 のミニキットです。あの、先ほども言ったんですけど、僕てっきりこれ1個しか組み立てれないと思ってたんですけど、まさかの4つ組み立てれるとは思いませんでした。はい、まずはこちらの車です。こちらは昔作られた車感がすごいです。正面はこのようになっていて、横はこのようになってます。上部分にはエンジンの煙突と、この樹木パーツは何だろう。多分飾りだと思います。後ろはこのようになってます。タイヤがありますので、このように転がし走行で遊べれます。ではこのまま比較いきましょう。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。大きさ的にはミニフィグより若干小さいですね。ミニフィグが乗れるか乗れないかって言ったら、まあ正直な話乗れないですね。はい、では続いてはレゴマリオと並べるとこんな感じです。大きさ的にレゴマリオの方が大きいです。はい、続いてはこちらのロボットです。正面はこのようになっていて、横はこんな感じで、後ろはこのようになってます。このロボットは頭部がこのように回転します。
それ以外は基本的に可動はありません。ミニフィグと比較するとこんな感じです。なんか、ペッパーくんを思い出すな。そしてレゴマリオと並べるとこんな感じです。あ、マリオでなんかこんな感じの大きさのロボット、いたようないなかったような。これマリオの世界に行ってもおかしくないかも。はい、では最後の2体は一気に紹介します。右が猿で左がトナカイです。はい、ではまずこちらの猿を見ましょう。今回の猿はクリスマス仕様になってます。横から見るとこんな感じでめちゃめちゃ平べったいです。後ろから見るとこんな感じです。めちゃめちゃさっぱりしてます。ちなみにこの猿は可動範囲は一切ありません。もうこのまま固定です。はい、では続いてはこちらのトナカイです。今回のトナカイ、うん、これはトナカイというよりかはなんか犬に見えるような。はい、正面はこのようになっていて、側面はこのようになってます。後ろから見るとこんな感じです。こちらのトナカイも可動範囲は一切ありません。はい、ミニフィグと比較するとこんな感じです。なんか大きさ的にミニフィグと結構サイズ感合いますね。これトナカイにミニフィグを乗せてみようと思います。はい、乗せてみるとこんな感じです。これサイズ感が合うのでめちゃめちゃしっくりきます。最後はレゴマリオと並べるとこんな感じです。あ、これも大きさ的にレゴマリオと結構合うのでなんかマリオのゲームに出てきそう。はい、レゴクリエイターサンタクリスマス 4-in-1 ミニキットはこんな感じです。はい、ということでクリスマス限定ミニキットレゴクリエイターサンタとクリスマス 4-in-1 ミニキットをレビューしていました。今回組み立てた2つのミニキットはめちゃくちゃ良かったです。あ、ちなみに僕は今年レゴのアドベントカレンダーのレビューはしません。あの、実はレビューしようかと思ってたんですけど時期的に買ってなかったのと、あとはあれを買ったのが原因で買えませんでした。来年はアドベントカレンダーをレビューする予定です。まずこちらのサンタのミニキットなんですけど、プレゼントを持ってスキーを滑るサンタさんが見事に表現されていてめちゃくちゃ素晴らしかったです。ただ個人的に可動範囲がプレゼントだけだったのがちょっと残念だなって思います。そしてこのクリスマス 4-in-1のミニキットなんですけど、僕的にこれ4つの中から1個しか組み立てれないと思ってたんですけど、まさかの4つ全部作れるというこのプレイバリューの高さがめちゃくちゃ素晴らしかったです。これは普通に1000円のミニキットとして発売しても全然おかしくないです。まあ僕は強いて言うのであれば、このセットにミニフィグは1体つけて欲しかったと思います。はい、以上ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。